ちゃん勝手に部屋に入ってくるなよ。そんなことより。何が？耳かきの時間だよ。はあ、だね、さっき自分の耳掃除してたんだけど、だってこのままじゃ欲求不満が溜まっちゃうし。溜まっちゃうのは俺の方だよ。お願い。えい、うわ、ちょっと何照れてんの。やっぱり結構残ってる。これはやりがいあるぞ。